ダルビッシュ有日本球界復帰へ。ダルビッシュ有勝ちでファイターズに戻ってきてくれるかもしれない。最後日本でプレイしたいなっていう気持ちはある？と問われるとありますよと即答した。ファイターズのユニフォームをもう一回着たいっていう気持ちは絶対ありますし、自分がここにいる理由の一つなので、ファイターズっていうのは北海道の皆さんもそうなので、その気持ちはもちろんありますと熱弁した。ダルはなんだかんだハムに愛着あるからな。え、本当に？信じていいの？現役はいろいろ無理だろうから、コーチとして戻ってきてほしいと思ってたんだよね。絶対日本球界のためにもなる。メジャーに挑戦する時から日本に戻るならファイターズと言い続けてくれて本当にありがとう。パドレスと長期契約を結んでやっぱり難しいのかなと思っていたところに、この記事実現してもしなくてもダルビッシュのこの気持ちがファイターズファンの心の支えです。今年も頑張れ。引退した後のコーチかね。5年後くらいにコーチになりそうだな。ダル投手コーチ兼任でどや。伊藤がオフに改めてメジャーよりファイターズと言った時のファンと同じような気持ちを伊藤も抱いてそうでよき。子供がいるなら日本に行くの難しいって言ってたから、ある程度大きくなってからの話だろうな。ハムで年俸払えないだろ。札幌ドームの時は財政的に難しかったけど、今の補強を見たら可能性あるな。40過ぎて全盛期の力全然なくていいから、1年はハムでプレイしてほしいわ。最後の1年はハムのユニフォーム着てエスコンで投げてほしいな。まあ1年くらいなら本人も球団も金とか都合とかなんとでもなるかもしれないし、最後は来るかもね。実質コーチ枠でもチームにプラスだろうし。山本昌は50まで現役したわけだし、今の契約終わってから復帰も可能性ないわけでもないでしょ。あっちで完全燃焼するダルも見たいし、ボロボロになりながらでもハムに来てくれるでもいいし、どんな形でもずっと応援してる。イチローのように日本で引退式みたいな試合することはかなりあり得るし、そうなったら球場はエスコン、その時限定でユニキルとかもなくはない。チケットは即完売、立ち見のとこも大混雑だろな。ダルビッシュがメジャーへ行く時から必ず現役の最後はファイターズでまたプレイしてくれると確信願望込みしてました。そして本人からそのように明言してくれて、ファイターズファンとしては嬉しい限り。エスコンでハムユニのダルビッシュ見ることができたら泣くかもしれないな。やばい、泣いてる俺。ダルは娘のファーストユニもファイターズ宮西監督ダルビッシュ復帰とか絶対に泣く。11をつけられる選手なんて今もほんとダルか大谷しかいない、半分永久欠番みたいなものだしな。もしダルがハムで現役終わってコーチや幹部になったらハム希望の選手増えるかもしれないね。上原も晩年は戻ってきたしな。成績は残せなかったとしても MLB データ知識を補強してほしい。ダルビッシュは日本人で一番現役時代分析したことをアウトプットしてくれそう。今もしてるけど、だからポジション的には小さく収まってほしくないな。将来的に NPB を良い意味で改革できるかなり貴重な人材だと思う。間違いなく日本の野球界を一歩前進させるきっかけになった選手の一人です。このギリ型さもまた素敵です。僕はダルビッシュ選手が最後どのような形になっていても応援していたいと思っています。もちろん指導者としても期待してます。ダルの現役時代に色々と教えてくれたり、お世話してくれた新庄監督の下で1年でも復帰してくれたらファイターズファンとしては嬉しい。そのためには今年 A クラス以上の成績を残して来年も新庄監督継続してもらわねば。さあ日本球界にとっても嬉しいダルビッシュ復帰の可能性について、本人の口から出てきたことで現実味が出てきたのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。